ルハ。素で。笑って集まれ笑って悲しんで笑って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 変顔悲しんで笑って笑って面白いわ竜止まんなくなっちゃうな竜やってると、うん、おーいん調達できるっていうのがいいねんこれか。おう。うん。たちの悪い男たち、かかってきやがれこのゲドは。したくはさっさと片付けるぞ。うっす。はい、なるほど。俺の番か。やるのべ。喧嘩ってのは相手を見て拳の振り方を変えるもんだ。
なるほど。行くぜ。潰す。いつでもいいぜ。さあ、こんな。ガンガン行くぜ。俺の番か。シンプルに行くぜ。やっぱ堂島の竜ってのは。キリが戦略の幅が広がるな。ゲームとして面白ければ満点だね。そこが反復性を呼ぶからね。おい、ほう、は、ああ、おーい、うん、誰か、うん、おおーい、のえ、マジでノーススター、それは熱いな。ちょっとプレイリストで、はい、今夜も本当に、おお、希望の体、アロハ、
ありがとうございます。いや、まあ、サズキの方がいいな。二号の彼方出たー、これね。お、龍が如く3の。ああ、こちら店長だ。3で戦ったね、リチャード、リチャードソンか。カラオケバーなんだが、寂れていて居心地がいいからよく使ってるんだ。寂れてて悪かったな。俺、カスが一番です。キリュウさんにはいろいろよくしてもらってます。カスガさんか。どうぞごゆっくり。さて、まずは軽く一杯いくか。はい、喜んで。春日、はい。少しは落ち着いたかな。おかげさまで。ほんとすんません、飯までごちそうになっちまって。いや、ほんとハワイは飯も酒もうまいや。お気に召したようで何よりだ。へえ、いや、地獄に仏たこのことです。こっち来てからわけわかんないことだらけだ。なんか桐生さんに会って心底をほっとしてます。慣れねえ年でのトラブルは答えるからね。ほんとそうですよ、桐生さん。このご恩は必ずお返ししますんで。期待しないで待ってるよ。いえ、これは口だけじゃないっす、うん、俺だってキリュウさんの力になりたいっす。何でもいいんで手伝わせてください。わかった。じゃあ頼りにするよ。よろしく頼むぜ、カスカ。はい、任せてください、キリュウさん。じゃあこの奇妙な再会に乾杯だ。うっす、乾杯。これサイドだよね。ようやくお目覚めか。もう昼だぞ。キリュウさん、あれ、ここはカラオケバーの2階だ。酔っ払って寝しまったお前を運ぶの結構大変だったんだぞ。いや、すみません。いつもならあれくらいの酒で寝たりしないんすけど。さすがに疲れてたんだろう。うん、寝て少しは楽になったか。はい、おかげさまで。そうか、ならいよいよ行くとするか。アガネさんの家ですね。ああ、行こう。俺のホテルの前に車を用意している。そいつで行くぞ。はい、わかりました。おお、起きたのか。いろいろご迷惑かけたみたいですみません。2階も使っちゃって。気にしないでくれ。2階は昔は接客で使ってたんだが、今は客も少ないし
ほぼ物置みたいなもんなんだ。一日中やってんのかいかもしれない。マジかよ。人目を忍んで話したかったら。バカだろこれ。好きに作ってくれて構わんってなんだそれ。でもいいんすか。ああ。数少ない常連のお連れさんだ。手厚くサービスしないとな。たまり場として利用できるようになりました。またいつでも来てくれ。うん、あのパーティーチャットを振り返るといいよね、はい、また来ます。店長、それは思ってた。てかね、キャンセルされることがあるからだよね。それがきつかったよね。おい、ん、あフフフ。アロハ。この人か。あら、ケイさん。お客さん、アロハ。お兄さん、ノリいいですね。陽気さが売りなんでね。ところでお兄さん、うちのお店のお客さんですか？初めて見る顔。ああ、春日一番ってんだ。桐生さんが行きつけの店があるって言って連れてきてくれて。桐生さんのお友達、めちゃめちゃ素敵だよね桐生さん。あの寡黙でどこか影のある感じが特に。辛い過去を背負いつつも誰にも打ち明けず一人でお酒をたしなむあの背中。本当にそんな過去があるかは何も知らないけど、そんな空気を私は勝手にキャッチアップしています。声も眉間のシワも渋くて、もう一挙手一投足どれをとっても男の中の男って感じ。でも時にはちょっとチャーミングなところも見え隠れしちゃったりして。私としたことがつい熱くなっちゃって。改めまして、私はケイ。このリボルバーで店員として働いてんの。よろしくね一番。こちらこそ。ハワイには来たばっかりで右も左も分からねえし、知り合いも全然いなくてよ。いろいろ教えてくれると助かるぜ。なんだそうなの。それならフレンドになっちゃおうよ。一番はアロハリンクスってやってる？アロハリンクス？もしかして知らないの？ハワイで人気のコミュニケーションアプリ、すっごい流行ってんだから。コミュニケーションアプリ？まあ簡単なハワイの SNS みたいなもんだよね。このアプリ最強の売りは、挨拶するだけで相手がフレンドに登録されるところ。ハワイの人って知らない相手でも結構気さくに挨拶するでしょ。だから馴染みやすくて流行ったんじゃないかな。挨拶してるだけでいろんな人とリンクできるし、それをきっかけに顔見知りになったり仲良くできちゃったりするから、すっごい楽しいって感じ。私よそからハワイに引っ越してきたんだけど、しばらくは全然周りに馴染めなくて、なんで誰でも私と仲良くしてくれないんじゃ、ダメだよこれとか思ってたりしたんだけど、試しに入れてみたこのアプリをきっかけにフレンドが増えて、今では前に住んでたとこよりこっちの方が居心地よくなっちゃった。そうなのか。確かにちょっと面白そうだな。俺のスマホにも入れてもらえるか。もちのろんよ。じゃあ早速インストールするね。おい、店先で何食っちゃべってるんだ。うん、行こうぜ。買い出しは済んだのか。あ、マスター、ちょうどいいところに。さ
早速マスターで試してみよう。一番。え？ああ見えてバリバリのヘビーユーザーなんだから。マスターに挨拶するだけでオッケー。早くやってみて。わかった。ハロー。アロハー。なんだかんだでノリーノがマスターのナイスなところだよね。じゃあアプリを見てみて。きっとマスターが登録されてるんだ。そんなことあんの？名前じゃねえ。困ってる人を助けたりとか、お店を利用したりしてもフレンドの輪は広がってくの。一番もこれでもっとこの街のことが好きになれるはず。戻れないんじゃないの？これもう日本に。よし、じゃあ積極的に交流してみるとすっか。目指せフレンド100人超えなってな。一番なら意外とすぐ達成できるかもね。おい、そろそろ仕事に戻るぞ。はい、じゃあ私そろそろ行くね。ねえ、またな。おう、そうだった、大事なこと忘れてた。え、なんだよ。フレンド登録、フレンドになるんでしょ私たち。バイバイ一番、またお店に遊びに来てね。キリュウさんも連れて。おう、もちろんだ。See you。よろしくな、マイフレンド。そんなことあんだ。わかりました、わかりました。体が軽いな。ここはあれなんだね、そのままなんだね。へい、なんだ。アロハー。いらっしゃい。ありがとうございます。いらっしゃい。ありがとう。いらっしゃい。あそこはね、教えてもらっていいよね。いらっしゃい。良さそうだな。ハロー。元気だな。これを拾うことで得るものがあり、何かを失ったような、いや
深く考えるのはやめて。ブリリアント運行石ってなんやねん。誰？私、マチコさんの千秋です。はい。マチコさんの千秋。はい。あのマッチングアプリの山岡さんですよね。いや違うけど。え？でももじゃもじゃした頭でひげが生えててここで待ち合わせって。あ。多分それ僕です。あなたが山岡さん。全然すみません、人違いでした。全然違うよ。いえいえ、会えてよかったですね。はじめまして山岡さん。思ったよりも背が高いんですね。千秋さんこそ思ったよりも可愛らしい。嬉しい。じゃあ行きましょうか。はい。いやー、こんな自分好みの素敵な人に会えるなんて、マチコさん様々ですよ。
私も。マチコさんは私たちの恋のキューピッドですね。なんなんだ一体。マチコさんって誰だ。あたしだよ。だ。人を見てわーはないだろ。あんた失礼だね。すみません、あなたがマチコさん。いかにも、私は伝説のハワイの占い師マチコでございますよ。そうか、俺は春日一番だ。なんだ。いや、さっきのカップルがマチコさんのおかげで出会えたとか言ってたからさ、あんたすごい占い師なんだって思って。何言ってんだよ、私の占いなんてインチキさ。え、インチキ。ああ、もし私が本当に占いができたなら、人の恋なんてどうでもいいことなんか見ない、株か FX でもやりますよ。じゃあなんでマチコさんに感謝してたんだい。ああ、それはきっとこれだよ。なんだこれ。マッチングアプリだよ、私が作ったね。作った。ああ、ほらアプリの名前見てみなよ。マチコさんって書いてあんだろ。ああ、私の名前から取ったんだよ。マッチングだからマチコさん、ベストなネーミングだろ。ああ、あの、ところでマッチングアプリってのは。え、あんた知らないのかい。マッチングアプリ、マジかい。すまん、そういうの疎くてよ。マッチングアプリってのは出会い系アプリとも言われるものでね、主に異性が出会うために使うアプリだよ。自分の思考とかを入力すると、このアプリを使ってる他のユーザーが見てくれる。そして興味を持った人がいれば連絡をくれるって代物さ。もちろん自分もお好みの人に連絡することができる。要はオンライン上の出会いの場ってところだね。なるほど。で、気に入った人に連絡を取って、その後はどうなるんだ。メッセージをやり取りして、こいつはダメだと思ったら切られるし、いいなと思ったら約束をして実際に会うというケースが大半だね。うん、マッチングアプリはあくまでリアルな恋人や異性の友達を探すのが主目的のサービスだから、実際に会うのが一つの目標さ。会った後は。そりゃ当人次第だけどね。うん、だいたいデートしていいなと思ったら付き合うんじゃないの。クソだなと思ったらそれっきり。その後結婚するカップルもたくさんいるし、ただのちょめちょめ目的の男女もいるし、まあいろいろだよ。長えな。ああ、ちょっと興味を持ったかい。いや別に。それよりよくアプリなんか作ろうと思ったな。あたしだって作りたくて作ったわけじゃないけどね、ずっと占いとか恋愛相談とか人の恋路をネタにして金を稼いできたんだけど、最近の子ってネットに精通してるだろ。高い金払ってこんなババアに相談するような情報に疎い子、ピルさんどこ行った。あんまりいないんだよ。だから生活が厳しくなっちまってね、それで始めたのさ。作るのは大変だったけど、これなら私の経歴や経験も活かせるし、何より儲かるって噂だしね。作る。なるほど。音楽もかかるでしょ。まあでもまだ完成とは言えないけどね。ベータ版。あんたにわかるわけないか。本来は全世界向けアプリとしてリリースしたいんだが、今はとりあえずハワイに絞って実験と改善をしているんだ。ほう。でもなかなか登録してくれるユーザーが増えなくてね。
特に最近は男が足りてないんだよ。ユーザーが多くないと改善点が見えてこないから、募集を強化したいところなんだが。そうだ、あんたやってみないかね。え、俺？ああ、なんかモテなさそうだし暇そうだし、ちょめちょめのしたいんだろ。サンプルとしては持ってこいだ。何言ってるんだよ、ちょめちょとか興味ねえし。それに俺には心に決めた人がいるんだよ。だから他の誰かにモテなくたっていいんだ。かあ、いい年こいって童貞臭いこと言ってるんじゃないよこのおっさんが。そんなこと言ってるからモテないんだよ。どうせその心に決めた女にも振り向いてもらえてないんだろ。え、なんでわかるの？占い？そんな占わなくてもわかるわ。誰かを思うのはいいけどね、それを理由に自分がモテないことを正当化しちゃダメだよ。そもそもだけどね、いろんな女にモテた方が本命の子を狙うにも一番いいんだろ。待てたればかりね。どういうことだよ。例えばあんた買い物に行った時、人気のマグロの刺身と不人気のマグロの刺身があったら、どっちを買いたくなる？人気の刺身。そうだろ、それと同じだよ。誰にも見向きもされない男より、他の女にも人気がある男の方がいいに決まってるだろ。誰からも買ってもらえないまずそうな不人気マグロですけど、誰よりも買ってほしい気持ちは負けません、なんて言われても。どうでもいいでしょ、なんかね、これね。でもよ、一途っていうか純粋な愛情がやっぱり大事なんじゃないかと。かあ、何が純粋な愛情だ、しゃらくさい。100歩譲って、純粋な愛情が大事だとして、あんたそれを貫いてうまくいってんのかい？言ってないです。これ見たことか。私の占いはインチキだけどね、あんたの未来だけは見えるよ。このままじゃあんたはその子と一生一緒になれないでしょう。未来覚醒、残念。ジェンス見てたのこれ。じゃあどうすりゃいいんだよ。だから言ってるだろ、こいつに登録すればいいんだよ。こいつでいろんな女の子と駆け引きを経験して立派なモテる男になる、それがあんたの思い人と添い遂げられる唯一の手段だね。でもよ、いろんな女の人と話すんだろ。それって浮気つーか。いや、その辺なんだよ。そもそもその女と付き合ってもいないのに浮気もクソもないだろ。浮気は彼女とか奥さんがいないとできないの。あんたには浮気する資格もまだないの。悲しくなってきた。とにかくあんたが男を磨くにはいろんな女と交流するのが一番だってことさ。あんたが経験を積んで立派な男になる、それが結局あんたの思ってる女のためにもなるんだよ。あんたさ、本当かな。とにかく百聞は一見にしかずだ。まずは一回お試しでやってみな、な。まあお試しくらいなら。よし、じゃあ行こう。私の事務所にレッツラゴー。レッツラゴー。あ、占いのところでジョブ変えんだっけ。
ひどいな。春日のプロフィールアイコン編集を変えたと思ってた時は、あー、え、あー、顔アイコンを変えられるよ。はい、まだ持ってないってことね。どんどん課金するんだよ。ん、待て待て、ノーマル会員は1マッチング1000ポイント。え、まあ、現在の税でしょ、10ドルで1000買えると。毎度あり。あー、はいはいはい。で顔アイコンを変えられるよ。でもアイコン変えたってしょうがない。あんたの出会いの記録だよ。プロフィールを編集できるよ。職業は無職だ。え、性格はよく真面目って言われるぜ。俺の好きなのは、私の手頭とも好きだぜ。まずは友達が始めましょう。よろしくな。プロフィールを編集できるよ。僕は、え、性格はよく好きなものは（笑）カフェ巡りだぜ。はちょっと面白いでしょ。これどうなんだ。あと文体選べんのね。プロフィールを編集できるよ。プロフィールを編集できるよ。え？編集できるよ。あ、うぜえこれ。プロフィールを編集できるよ。これがいいかな。これは面白い。これは面白い。マッチしたぜ。
これは面白いね。振り向かせてみせるぜ。え、プロフィールに設定したね。クリアライン、クリアラインってあれか。ねえ、はい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 、なんて階層か。これだ。そうだな。まずったか。なるほど。なるほどなるほど。ミスったな。なるほど、わかったわかった。結構むずいねこれ。はいはいはい。ねえ。医者医者医者。なんて改装か。これにしよう。そうだな。いいぞ。あぶね。次に変えたよ。ダメか。あ、そっか。むずっ。これでタイピングしてるってことね。はいはいはい。いいわね。よっしゃ、いい反応だ。これでも難しいよこれ。サービスね。いやよっしゃ、いい反応だ。いった。サービスね。誰だろうねこれ。ピックゲット。良いものをいただきました。どうかな。ここはスタンプだ。
うん。喜んでもらえたみたいだ。目押しなのか、これ。ありがとうね。よし、全力でアピールだ。そうだな。やったぜ。うん。これ難易度変わるのかな、挽回。いいぞ。うん。よし。頼む。俺とデートに行きませんか。よっしゃ。バカなんだ。どんな子か楽しみだな。見せる会話ってのはやば思った以上に難しいもんだな。そうだろう。自分ってのは分かっているつもりでも、いざ人に伝えようと思うとうまく言葉にできないもんなのさ。対面だと容姿や雰囲気で伝えたりごまかせる部分もあるけど、アプリだと言葉だけだからね。より言葉が重要になってくる。人間性ってのは結局そいつが何を言うかなんだよ。アホの言葉はアホな言葉になるし、誠意あるやつの言葉には誠意が宿る。言葉は人間を映す鏡なんだ。だから普通に出会うよりマッチングアプリの方が人間性で相手を選べると言えるのかもしれないよ。なるほどな。言葉は人間を映す鏡、そいつが何を言うかで人間性が決まるか。あ、なんか思い当たることでもあんのかい。なあ、俺その好きな子にひでえこといっぱい言っちゃったみたいだよ。もちろん自分としては思いを真剣に伝えたつもりだったし、悪意も大もなかったんだけど、結果的に俺の言葉でその子に嫌な思いをさせちまったんだ。だから言葉の大切さってのはよくわかる。真剣に思ってればいいってもんじゃねえ。ちゃんと伝えないとダメなんだよな。少し分かってきたようだね。大丈夫。このアプリで誰かと、そして自分と向き合えば、きっとあんたの魅力を正しく伝えられるスキルが身につくはずさ。あんたは多分いいやつだよ。不器用なだけ。ちゃんと伝えられるようになればきっとその子も振り向いてくれるさ。本当かよ。その急すぎんだよね、距離感の詰め方が、ね、そもそもだから言葉で言われたって響かないっていうか、説得力が欠けるんだよね。本当はあんたから登録料とかがっぽり騙し取ろうと思ってたんだけど、気が変わったわ。私はあんたの恋を応援する。登録料はなしでいいよ。え、マジかよ。ああ、あんたは貴重なサンプルユーザーだしね。金もぼったくれるほど持ってなさそうだし。ありがとうよ。あ、でも勘違いしないでおくれよ。全部無料とは言ってないから。このアプリは課金制でね、課金すればするほどあっさり相手を落とせるように作られているんだよ。課金しなくてもうまくやれば全然大丈夫だけど、課金したかったらその分は自分でしな。そこまでは
ね。なんだよ、課金しねえとうまくいかねえとか。ズンシュート。詐欺じゃねえのか。何甘っちょろいこと言ってんだい。そもそもこれは商売、ボランティアじゃないんだよ。きちんとアプリをアップデートし運営を続けるにはすごい金がかかるんだ。基本無料って書いてあるからって、何でもかんでも無料で楽しめて当たり前、無料で 100% 楽しめるなんて思わないことだね。最近多いだろ、大して課金もしないくせに。運営がミスしたらやれクソゲーだ、やれわびしよこせだ、本当にけしからんよ。どれだけアプリを作るのも運営を続けるのも難しいと思ってんだ。たくもんとにもんとにで。あんたは何を言ってるんだ。ああ、こっちの話気にしないでくださいな。とにかくこれからも頑張ってマッチングするように。愛する女を振り向かせたいんだろ。ここハワイで男を磨いて、その女子に再アタックだよ。いいね。わかった。竜の如くやってるとこうモテるよね。なんかこうわかる気がする。いつでもやれるぜ。いらっしゃい。またおいで。優雅なティータイムってどれだろう。これとどれでもこどっちだ。こうじゃない。いただきます。いただきます。ごちそうさま。Thank you.Aloha. Thank you. Aloha. Hello. Aloha. Hello. Aloha. Aloha.